ばんは。こんばんは。もしもし。もしもし。金子さん。はい。どうやった？誰だろう。この交番の高橋ですが。ああ、どうも。いや、どうも、佐藤。お宅の知り合いの方を連れしたんですが、大変酔っておられて。なんだ、お父さん。まあ、すいません。いや、ごめんなさい。いやー、ご苦労。お父さん、どうしたのよ。お父さん。おい、どうしたんだい。変な人連れてきちゃったの。誰だい。わからない。うざい。どうしたのよ、お父さん、どうしたのよ。ああ、まったりだ。しょうがないね。せっかくやめてたのにまた飲んじゃって。もしもし、もしもし、あなた。お父さん、しょうがないわね。どうしたって言うんだい。どこで飲んできたんだい。どこだか、だらしやねえ。お父さん昔はよく飲んだのよ。宴会だってていつもぐでんぐでんになってきて、なんだかんだってお母さん困らせたもんよ。嫌でね、私たち。それがやっと京子が生まれる自分からまるで人が変わったみたいにすっかりやめちゃって、いい塩梅だと思ってたのに、また飲んじゃった。それで、いけ。おい、どうする？今日はもう帰ってこないと思ってたのに、変な人連れてきちゃって嫌になっちゃうな。おい、あのままにもしとけないよ。しょうがないわね。キヨちゃん下へ来てもらって2階に寝てもらおうか。あんなに酔っ払ってて2階なんか行けるもんですか。どうする？嫌になっちゃうな。あんたそれ持って2階って寝てよ。ここに寝かしちゃうから。そうか。やっかいね。帰るなら帰るってそう言ったきゃいいのに。こんなに遅く酔っ払って帰ってきて。だからお酒飲みは嫌いさ。変な人まで連れてきちゃって馬鹿して。ああ、嫌になっちゃうな。